いや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 、見つけましたね。写真やね、シンプルな。ちょっと今お邪魔させてもらったんですけど、ここの家の方ですか？今まだトリフィールド1000超えたんやけど。あ、やばいやばい。はい、白岩集落、こちらにやってきました。まあ、こちらの場所がですね、未だに残っている、まあ、廃村ということで、まあ、結構有名な場所みたいで、テレビも一度ここにやってきていると。で、こちらではですね、まあ、有名な話があって、ある廃墟の床下にですね、仏壇が眠っていて、その仏壇を見つけてしまうと、夢に眼球のない老婆が出てくる。そういった噂があります。またここでは今夢に出てくるといった眼球のない老婆が、まあ、実際にうろついているのを見たと、そういった説もあるみたいです。では行きましょう。これ道のり結構長いから、はい、トリフィールドつけていこう。はい。では早速ですね、トリフィールド、こちらを使っていきたいと思います。で、トリフィールド知らない方のために説明します。霊っていうのは電磁エネルギーで形成されていると言われてまして、その電磁波を数値化してくれる機械です。なのでこれ音で数値上がってるの分かるので、僕胸ポケに入れときます。まあ、結構ハードな登山になりそうですね。到着すんの？いや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 、見つけましたね。気のせいか、トリフィールド今めっちゃ反応しとった。お？トリフィールド反応してるね、これ。すごい。あ、やばいやばい。こういうことなんですよ、トリフィールドって。あ、いくいく。まあ、一緒の場所で僕今止まってるんですよ。移動しながら、まあ、たまに反応したりするんですけど、もちろんこの電磁波が飛んでたりもするわけですよ。ただまあこんな山奥で、まず電波もクソもない場所で、あまりこういったことっていうのも少ないですし、ずっと一定のスピードでこの伸び続けるんであれば別ですけど、今も0-0なんですよね。けど急にまたギュイーンって上がったりするのは、これね、すごい信憑性があるんですよ。まあ、すなわち今横を誰かが通ったんじゃないかみたいな。この部分に近づいてからっていうのが面白いな。雰囲気すごい。一回ちょっと周り見るわ。これ玄関ですね。まずちょっと周りに人いないかどうかを見よう。はい。10分かからんって話。今またトリフィールド1000超えたんやけど。まず気になるのがこれよね。何これ。これ見たことあんぞ、これ。なんか見たことある神社の気がするな。失礼いたします。めちゃめちゃ古いぞ、ここ。え、ちょっと頭が割れて脳が飛び出してるような人形ある。27年、昭和。あ、でも床下に仏壇で、多分ここのことやな。床が抜けてて、ここにもともとなんか神棚かなんかあったような感じだな。ってことは仏壇じゃなくて神棚じゃないの。ちょっとめちゃめちゃ怖いもの発見しました。写真あるね、白黒の。ああ、はい。時計は11時28分を指してます。仏壇一旦置いといて、白黒の写真や。反応してるよね、はい、これ僕が触れて反応するとかじゃないですからね。いてるの？すいません、失礼してます。今近くにいらっしゃいますか？いたらちょっと近づいてきてもらっていいですか？まず電気が通ってないからな、もちろん。はい。切られとったから。あるとしたらここじゃない？だって。そうですね。この下やんな。床が抜けてて、誰かがそれを見てるからそういう噂が立つんやろ。カメラで覗くわ。いや、ないな。こっち側もないな。こっちは壁やから関係ない。よいしょ。ない。台所かな。そしたら仏壇ないな。この家じゃないのか。まだでも30年前って新しいよな。そんなに古くはないですね。さっきのトリフィールドの反応何やったかな。スピリットボックスある？あります。ちょっとスピリットボックスやろうか。はい。こんばんは、やわかずです。はい、やわかずです。もしよかったらお話しませんか？先ほどからここでいるなっていう感じがするんですけど、いらっしゃいますか？今のおばあさんの声ですか？なんかちょっとそんな感じでした。女性でしたね。女の人でちょっと年配。そうです、あなたです。ちょっと今お邪魔させてもらったんですけど、ここの家の方ですか？ゆっくりでいいのでお話ししませんか？お話しするのは難しいですか？この家で住んでますか？ちょっと聞こえづらいですかね。今ちょっと僕お家にお邪魔させてもらったんですけど、この家と関係ある方ですか？それとも違いますか？教えてください。まあちょっと俺の基準でいくとやけど、はい、違うかな。なんか的ついた返答変えてきてないし、なんかちょっと違う気がする。一発目のなんか返答だけ、まあ、返答とか一発目の声が若干なんかおばあさんの声に聞こえたから、まあここって一応老婆のでっていう話やったから、あ、そうなんかなと思ったけど、まあ、まともに会話も成立せえへんし、はい、まあ、おそらくなんか混ざった、まだ全然関係ない声かなっていう。これちょっと信憑性に欠けるので、まあ、スピリットボックスは失敗ですね。これまためちゃりいっぱいやな。ちょっと待って。レベル高い。俺ここで一人はきついかな。そんな感じ。はい、来て。ちょっとレベル高いよね。これ多分探せば近くに神社あるよ。そうですね。うん、そういうことやと思う。そのまんま出ていった感がすごいな。荷物一つも持っていってないぞ。立派なお家やな。これがお風呂やな。で、トイレ。あ、これで終わりや。なるほど、なるほど。ってことは、ここですね。失礼します。ここに関しては表札すらないわ。これが一番新しい気もするけどね。これや。こっちにもいっぱいあんねんけど、毎回これ多分毎年返してなかったのかな。そうですね。いうことやんなこれ、はい、全部これ交通安全とか同じ神社やもんな。はい、ため続けてたんや。何とも言えへんけど、なんかでも物が溜まってるとかそんな気もせえへんねんな。雰囲気は確かに今はあんねんけど、そんな念が溜まっててやばいみたいなはないんすよ。もしいたとしても普通に今も生活してる、そんな感じなんすよね。この部屋も床下に仏壇はなさそう。もしかしたら他にも家があるのかな。はい、まあ何個かあったんやろ。ここにもあったけども、これ完全にもう崩れちゃってるから。そうですね。いや結構残ってんな。なるほど。まずこれか。2階建てなんかな。ちょっと珍しいな。うん。これ井戸あったんじゃないですか。これはちょっと俺触られへんわ。何かわかるよな。はい。仏壇の中にないとあかんよ。はい、ここかな。床下の仏壇。仏壇ここにはないですね。ここには仏壇があったであろう棚はあります。お札とかもあるので。ただ仏壇はこの床下にもないです。2階っていうか屋根裏やな。なんかコテージ来てるみたいな、そんな感じですね。2階は物置やわ。お札たくさん積んでる。ここもな、はい、なんかもうそういう風習ですか。そうやな、俺も今全く一緒のこと言おうもだ。もうこの集落ではこういうのが当たり前やと、そういう風習があるんじゃないか。気をつけて。でもどっかで道俺らあれやな、それ来たやな。そうっすね、途中で道あるやんってなりましたもんね。道通りに行ったらあかんってことは、入って見つけないやばいよな、とりあえず。そうっすね。どっから、何から来てんの。だらしめんホラーチャンネル。今のところ本当にこの家以外特になんかいるなっていう気がしないんですよ。そんな多分ね、ここの場所悪くないと思うんですよ。なので、まあ普段から人来るようなところだしな、ここに関しては。はい、看板上がってるぐらいから。なので、まあ唯一、この場所だけはっていうのが僕の場合、ここの一発目の建物だったので、今から僕が、ここで一人、30分間継承したいと思います。どうせやったら、まあ、1人になるわけやん。ってなったら1人で待っとかなあかんわけやんか、はい、2つ目の家で待っといたら、はい、2つカメラ置けるやん、はい、ということで1人タイムスタートしたいと思います。だらしめんホラーチャンネル。まあここの場所が、まあ、何かいるんじゃないかなっていう気がした場所ですね。まあ、隣の建物に関してもまあ、いてもおかしくはないっていうのはあるんですけど、そこまで何かを感じるっていうのがなかったんで、まあ、先ほども言いましたが、まあ、未だに生活してるんじゃないかなっていう、まあ、普通にね。ちょっと仏壇がなかったのが悲しいですが、まあ、こんだけしっかり散策してないので仕方ないですよね。やっぱり一人になってからが本番だと思ってるんで。まあこの30分間で何かあればいいなっていうふうに思ってます。まあ、やっぱり集落でこの建物の雰囲気、寒川を思い出しますよね。寒川集落はこの時点で足音であったりとか、ドアが開く音であったりとか、もう人が囲んできてるなっていう雰囲気であったりとか、全てがやばかったんで、そう考えるとやっぱり全然違うんですね。まあ、皆さんも思ってることやと思うんですけど、また寒川リベンジ、まあもうこれ言うまでもなく第4章必ずリベンジするんで安心してください。今まで僕が行ってきて本当に怖いな、やばいなって思った場所で、1人ずつテント検証してます。なのでテントの中で2人でいないですよ。1人ずつやってます。これがまた怖いんすよ。なので第4章全国怖かったとこ回り直すんで、そこでしっかりテント検証していきたいと思います。だらしめんホラーチャンネル。お札が落ちてるんですよね。お札だらけです。期限は1年って水安さん言ってたんですけど、本来なら良くないはずなんですけどね。うん。だらしめんホラーチャンネル。はい、無事撮影の方を終えました。今回ですね、白岩集落、こちらにやってきたんですが、まあ、検証結果、うん、魂は残ってるんじゃないかなぐらいです。というのもトリフィールドの反応と若干スピリットボックスの反応もあったんですけど、うん、もう怖さがないというか普通なんですよ。それとやっぱりこの悔しかったのがやっぱ仏壇ですよね。ここの説でやっぱり、まあ、床下にある仏壇を見つけてしまうと、夢で、老婆に会えると。見たかったんだ、はい、そうなんですよ、見たかったんですよ。まあ、そういった意味ではちょっと残念ではあるんですけど、まあまあ仕方ないのかなっていう感じですね。まあ、こういったところもあるんだよっていうふうに思いましたね。ということで、白岩集落、これにて終わりたいなと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。こんなとこ行ってもうたら帰り道分かれへんから、はい、今すでに分かる。いや、ちょっと分かれへんよ。迷子って言えば全然考えてなかった俺も道分からへん分からんやろ。分からんからえ、確かにどこここえ、待って俺オープニングで言い忘れてることある。ここの一番の説神隠し。お前セルフ神隠しなってるやんえ、そういうこと？そういうことですか？だって道分からんやろ。道ほんまに分かんないですね。神隠しあってもうてるやん。これお前絶対聞いてないもう舌もすってんてんやからほんまにカメラもより自分を大切にしていいですか？いやカメラほんでもしも落ちそうになったら、はい、カメラポンって置いて落ちてそこはマジでやばいやばいこれちょっとまずいな。はいお前戻った時神隠し合うなよこれとこうかな。ちょっと今から僕忍者になります。もう来た道戻るのだるいんで壁のボールいます。危ない。ちょっと本気出そう。ちょっと忍者になるわ。はい。よいしょ。いや、危ない。嫌です。どういったものが映っているのか、まあ、女性が映っていると、はい、でまたその女性がこの世のものじゃないって分かるぐらい顔がすごい真っ白。とりあえずこれすぐにまさかの気持ち悪っ。